ビビるな、桃之助。みんな聞いてほしい。みんな聞いてほしい。あの日おでん城で何が起きたか。拙者は金右衛門たちと共に同志を求めて旅に出た。しかし拙者は一人はぐれ、危険な場所でなすすべもなくもがいていた。ここに戻って来られたのも途中で会ったルフィらの助太刀ゆえ。拙者はまだ力が弱い。でも必ず皆の仇を討つ。今まで苦しい思いを抱いても諦めずに生きてこられたのは一つの願いのため。そのためには志を共にする仲間が、和の国に生きるお前たちの力が必要なんだ。ここにいる者たちの思いは一つ、和の国を取り返す。皆の者、これまで20年よくぞ20年待ってくれた。拙者は和の国大名を跡取り光月桃之助である。今こそ立ち上がるのだ。桃之助様のたくましき姿に安心した。拙者急ぎたい場所がある。決戦前には必ず合流するゆえ。そうか、わかった。